はい、始まりましたきっかけチャンネルです。今回私制作スタッフのみっちゃんが担当させていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんの豊かな暮らしや楽に生きていくアイデアをインタビューでお伺いしたいと思っております。で、本日お話をしてくださるのは福岡県在住の千春ちゃんにお話を伺いたいと思います。千春ちゃん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、で、千春ちゃんも梅野あゆみが立ち上げたシャイネンという会社で一緒に仕事をしている仲間ですけども、千春ちゃんも今現役保育士として、はい、赤ちゃんともちの子育てインストラクターをしてます。はい、ということでいろんなことが変わっていったとお伺いしているんですけども、うん、まずこう変わっていくきっかけだったりとかあれば教えてください。はい、私は今パートで保育士をしていて、4歳の女の子と1歳の男の子のママをしてるんですけど、最初に悩んだのが4歳の長女を、出産した後に子育てをしていく中で、自分が保育士をしているのにもかかわらずちょっと子育てにつまずいてしまったことがあって、こう産後すごくこう悩んでこう行き詰まった時があったんですけど、そういった時の中に、梅野あゆみさんを知ったりだとか、あとそこから赤ちゃんともちっていう子育てのツールを知って学び始めて、でそこからなんか自分が変わっていったっていうのがあったので、梅野あゆみさんの個性の講座っていうのがあるんですけど、その中に生成術とそのグーチョキパーっていう赤ちゃんともちとも一緒なんですけど統計学のものと、あとエニアグラムって言って、それは生年月日とかではなく、その人の雰囲気とか話し方とかから割り出していくような個性を知るツールがあるんですけど、それが自分が 9でウィングが1って言って、9は平和主義とかなんですけど、1がその完璧主義っていうのがあって、多分そこが自分が強く出てたから苦しかったんだなっていうのをこう後から知ることができて、でやっぱりこう客観的にこう知れるとなんか悩みが軽くなるっていうのがすごく、その赤ちゃんともちでもあって、娘との関係性の中ですごい娘が癇癪を起こすような個性だったんですけど、私がチョキで、娘はグーだったんですけど、そのリレーション的にも私の方がちょっと負けてる、ストレスがかかりやすいっていうのがあったりして、で私はそのチョキで一人時間が大事だったりとか、その自分の思うように進めていきたいっていうのがある個性の中で、子育てってそういうところがうまくいかなかったり、で娘は娘でその強く言われることが苦手だったりとか、その0から10まで説明してもらわないとちょっとこう分からないような個性だったので、なんかそれを知ることができた時に、今まで結構強く怒ってしまうことが多かったんですけど、0から10までこうきちんとお話しするように伝えていったら、その娘も分かってくれるようになったので、なんかそこでそれを伝えていきたいなと思って、うん、子育てインストラクターになろうと思ったんですけど、でそのなんか悩んでいた時が、その赤ちゃんともちとか、その個性の講座の中にもある八百万の神とか、動物占いとかもそうなんですけど、その自分のリズムっていうものがあって、そのリズム自体も私はその時、去年なんですけど、モヤモヤ期に入ってて、本当にモヤモヤしてたんですよ。でもなんかそれをこう客観的に、あ、モヤモヤしてる時期だったんだっていう風に思えたら、あ、じゃあこういう対策すればよかったんだとか、これからの先もその自分のリズムをある程度分かることで、なんか対策が打ちやすいなっていうのをすごく思いました。すごいです ね、リズムを知ってたりとか、自分の個性を客観的に見れたりとかすると、自分は
自分、子供は子供っていう風にこう割り切れるというか、なんで分かってないのとかいう、こう人に矢印を向けてこうイライラしてしまうのを一旦こう自分の方に矢印向けて考えることができるから、こうよりコミュニケーションがこう良くなるというか、こう関係が良くなっていく一つのツールにもなりますよね。本当そうです。子育てをされてるママって誰しもがぶつかりますよね、うん、子供にどう伝えたら分かってくれるんだろうとか、ね、うん、個性っていう、それをツールで分かってたらまた楽なお母さんとかママとかたくさんいらっしゃいますよね、うんうん、そう、絶対そうだと思います。なんかその梅野あゆみさんの個性の講座、うんうんっていうのでも、その客観的に見ることができたら楽になることがあるっていうのをおっしゃってて、子育てとかしてるとついこうなんか目の前のことしか見えなくなっちゃって、で客観的に見たらそういうことかって言って気をつけようっていう風になることができたというか、自分のことすら、ね、分かってない部分とか、そうそう、癖だったり言い方とか分からない、うん、分かってない部分があるけど、まず自分をこう分析して個性とかのツールを使うと分かりやすいですね、分かりやすいですよね、本当に。なんかその個性の講座で、うん、その梅野あゆみさんが人参の種を人参と思って育てるのか、うん、その何か分からなくって育てるのかでは、うん、その子のそのなんていうかな、発芽率というか、うんうん、ね、どんな人参になるかは絶対に変わってくるっていうのが、うんうんうん、すごく本当にそうだなっていうふうに思って、うん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 、だからその種を知るっていう意味で、うん、なんかこういろんなツールを使って客観的に自分のことも子どものことも、うん、なんか知るっていうのは、うん、すごく自分が楽になるためにも、うん、ね、親子関係とか夫婦関係が円滑にいくためにも使えることなのかなっていうふうに思いました、うんうん、すごい。その他になんか生活で変わったこととかありますか？そうですね、と息子がちょっとアトピーっぽいくって、生活の中で洗剤とかその掃除とかを見直そうって思った時に、自分で調べたら1500円とかの本でこうできるんじゃないかと思って本とかも買ってみたんですけど、やっぱりなんかそれじゃあ分からなくって、で、梅野あゆみさんの講座を受けたら、あのもうすっごく分かりやすくって、うん、だからその洗濯のやり方とか掃除の仕方っていうのが、その本じゃ分からないけど、そのなんか噛み砕いてくれてるから、すごくで分かりやすく伝えてくれてるから、なんか実践がしやすかったんですよね、うんうんうん、だからなんかあの洗濯マグちゃんに変えるのもなんかしばらく躊躇してる時期があって、うんうん、なんか合成洗剤はあんまり肌に良くないよなって思いながらも、うんうん、でもなんか本当に落ちるんかなとか、やり方わからんしなみたいなので、結構何ヶ月間もなんか踏み出せなかったりとかしたんですけど、まあ、なんかこうやり方がわかれば、もうマグちゃんをホームセンターに買いに行って、そこからはもうずっとハマって、うんうん、マグちゃん使ってたりとか、うん、やっぱ泡っていう固定概念がありますよね、うん、そうなんですよね、そうそう、汚れ落ちないんじゃないかっていう、うん、固定概念がこう取っ払う、こう取ってくれる講座ですね、うん、そうですよね、うんうんうん、マグちゃんに変えて、うん、変わりました、うん、あの匂いがやっぱりなくなったっていうのが、うん、一番良かったかなっていうのを思ってて、でマグちゃんもそのまま洗濯機にポイって入れてスタート回せばいいわけではないじゃないですか、うんうんうん、そのね、マグちゃん水を作ってっていうところとか、あと夜洗いとか、うんうん、そういったのをなんかきちんとすれば
こうになん汚れも落ちるし、うん、匂いが本当に生乾きの匂いが私苦手なんですけど、うん、それがなくなったのがすごい良かったなって思ってるところです、うんうん、すごいですね、うん、一歩踏み出して良かったです。そうそう、踏み出したからこその、ね、見える世界というまたガラッと変わりましたね。うんうん、本当に、その息子さんのアトピーがきっかけで先輩見直されて、うん、その他何か変わったこととかありますか？あと娘に皿洗いをさせられるようになったっていうのはなんか大きいかもしれないです、うん、なんかその合成洗剤やったらちょっと手が荒れちゃったりとかするかなと思って、なんかあんまりさせたくないなって思ってさせてなかったところがあったんですけど、うんうん、もう水だけだったら、うんうん、ね、なんかこういいよいいよって、なんかその後のなんていう始末とかも水だけだからま拭けばいいしっていう風になるし、うん、なんかそのお手伝いのレパートリーが増えたなっていうのは良かったところだなと思いました。確かにそうですよね、洗剤が、うん残ってないかとか、うん、口にしないか、そう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 、うんうんうん、ありますよね。そしたらじゃあもう家族でこう行動も変わったりとか気持ちの余裕もできたりっていうことですね、うんうん、そうですね、なんか主人もすごく変わりましたね。へー、うん、ご主人さんの気持ちとか行動とかも変わったっていうことですか？うんうん、うんうん、最初マグちゃんも、うん、なんかこう半信半疑な感じだったけど、うんうん、まあ、なんかこれだったらあの洗剤買いに行く手間も省けるし、うん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 、なんか俺別に気にせんけんこれで十分やわみたいな、そうそう言ったりとかしてて、ちゃんと洗えてるからですよね、匂いがし、うんうんうん、これでいいって思っていた、そうそうですよね、うん、うん、すごい。そしたら、千春ちゃんが今後、はい、思い描いている目標だったり夢などありましたら教えてください、うん、今後はなんか私はやっぱりなんかテーマがお母さんなのかなっていう風に思ってて、なんか自分が子育てにつまずいたから、うんうん、やっぱり悩んでいるママたちを救いたいっていうのが、うんうん、なんか一番強くあるので、なんかそれのための手助けができるところっていうのをしていきたいって思ってるので、うん、赤ちゃんともっちで個性を分析してお母さんたちのその悩みを少しでも解消できたりとか、あとなんかゆくゆくはこう古民家カフェみたいなところで、こうなんか託児ありのところにして、で、なんか子供を見守っとくからお母さんたちゆっくりご飯食べてみたいなところをしてみたいなっていうのがあったり、保育士をしてるので、その個性とか、その自分がこれから学んでいって発達とかを伝えられるような保育士に、なっていけたらいいなっていう風に思っています。はー、素敵ですね、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はたくさん、素敵なお話を聞かせていただいてありがとうございます。また次回の動画も楽しみにされていてください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。